はい、皆さんこんにちは。畑典和です。今日はですね、プランクケーブルヒップエクステンションご紹介したいと思います。お腹のシェイプアップ、そしてヒップアップにとてもおすすめのトレーニングですので、ぜひね、ジムに行かれている方やってみてほしいなと思います。まず、このインクラインベンチ今日使うんですけども、この傾斜角度を30度ぐらい、約30度前後を、目安にセットします。で、ケーブルは、下から、これは下から2番目ぐらいなんですけども、まあ、下から1つ、2つ、3つ、1から3個目を目安にしてほしいなと思います。で、この状態をセットしたら、このケーブルを引っ張って、足の裏ですね、土踏まずにこう、セッティングします。ここから、プランクの姿勢、両肘ついて、で、この状態で膝を真ん中にセットします。で、腰がこうね、後ろに行き過ぎたりとか、腰が反ったり、逆に落ちたりしないように、お腹に力で通常のプランクしてとります。ここから、膝を伸ばして、股関節を伸展、さらに外旋していきます。少し太ももを外旋していく。伸ばしながら、太ももを伸ばしながら少し外旋していくことで、お尻の筋肉が締まってきます。で、戻るときは、このときですね。このときはしっかりね、このお尻の筋肉を伸ばす感じ。伸びている感覚を持ってもらって、ここから締めていく。かかとを天井方向に伸ばして、股関節を伸展外旋。お尻の筋肉をしっかり意識してください。もちろんね、お腹にも効きますね。これで、お腹とお尻鍛えることができます。で、スクワットなどもスクワットはブルガリアン。もう、もちろんね、ヒップアップになるんですけども、スクワットではここから、伸ばしたときに、ここですね。で、この状態よりも、ここから伸ばして、ここから、ここまで行った方が、短縮の幅は、筋肉のこの短くなる幅は、すごくこっちの方がヒップエクステンションが大きいので、スクワット終わった後、スクワットとブルガリアン終わった後に、このヒップエクステンション、ケーブルヒップエクステンションをすると、とてもね、お尻の締まり具合が変わってきますし、まあ、いい感じになってきます。キュッとね、上がった感じが、強く出てきますんで、まあ、大きな運動、ブルガリアンとかスクワットはした後、ランチとかですね、ランチした後に、最後の締めに、まあ、2、3セット、組み込んでほしいなと思います。ぜひ、このプランクヒップエクステンション、取り入れてください。はい。じゃあね、今日はね、お腹のシェイプアップ、そしてヒップアップを中心にした、このエクササイズをご紹介しました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。